板部は鉄板バイブレーションですね。こちらのアーマードバイブです。近年のソルトモーターガーゲームにおきまして、フィッシングプレッシャーがかからない、より遠く、そしてまたより深いエリアを探ることが、釣りをする上において、必要不可欠な要素となってまいりました。そこで、登場したのが、より遠くに、広範囲に、そしてスピーディーに、あらゆるレンジを探ることができる、一般的に鉄板バイブと呼ばれるメタルバイブでございます。この鉄板バイブとは、その名の通り鉄板、鉄の板を使用したバイブレーション部、港湾部、または河川部、あとは、オフショア、ボートシーバスなんかでもよく使われて、多岐のあらゆるフィールドで、また投げて、沈めて、ただ巻くだけで簡単に釣れるという、そういう簡単さも受け入れられて、近年、特によく使われるルアーになっております。そして、このそれだけ使い勝手がいい、バイブレーションなんですけども、欠点として2つ大きなデメリットがございます。その1つがですね、鉄板ボディ、金属ボディがゆえの塗装強度の弱さ、それとですね、糸絡み、ライントラブルが、ちょっと多いルアーになっております。せっかく魚が釣れるのに、そういう風なライントラブルであったり、塗装強度の弱さ、ボディ、鉛ゆえのボディ強度の弱さも含めて、デメリットが、全面的に出てしまって、ちょっともったいないルアーになっております。そこをですね、今回 UL は、欠点を、そういう欠点を補ってですね、より釣れるルアー、人柄にライントラブルをなくし、塗装の色剥がれがないルアーというこのアーマードバイブを、今回提案いたします。アーマードボディと呼ばれる、特殊製法のボディなんですけども、こちらにあります、映像をご覧いただいてもらうと分かると思うんですが、最大の特徴は、このカラーリングのところですか。まずですね、魚が違和感を感じないソフトな、柔らかさ、それと、波動を逃がさない適度な硬さですね。これを両立しております。そして、障害物にぶつけても、壊れない。また塗装も剥がれません。そして、当然のことながら内部に、印刷されているホログラムですね。ホログラムが剥がれることも一切ありません。また鉄板を使用したらバイブにはできなかった、クリア系のこういうクリア系のカラーのラインナップですね。こういうことができるのもアーマードボディの特徴の一つです。また、カラーですね。カラーに関しましても、全天候型、また、ナイトゲームであったりデイゲームにも有効なカラー、また、UV カラー、それと、夜光のグローカラーですね、一番右下にあるカラーだそうなんですけど、グローカラー、こういう、一般的なフィールドで使うようなカラーですね、すべて実績色をラインナップしております。そして、当然、UV カラーも夜光カラーも顔料を練り込みでですね、ぶつけても色が剥がれることはありません。半永久的に効果が持続します。でサイズ展開もですね、豊富で、一般的によく使われる 75mm28g という、センターに入るサイズをはじめとして、一番小さいところでは 55mm15g、 そして一番大きいところで 85mm35g、 全4サイズのラインナップで展開しております。小規模なエリアから河川、港湾部であったり、磯、サーフ、オフショア、全てのフィールドを対応できるラインナップを、最初に導入していきたいと思います。今回ですね、龍のプロスタッフの3名の方も早速、このアーマードバイクを使ってたくさんの魚をかけられたようですので、ちょっと実況のインプレッションを。どうですか。あ、そうですいきなり振られました。宮崎から来ました、松岡です。今日は皆さんありがとうございます。今日42歳になりました。もう先輩な松岡開いていただいてありがとうございます。ということで、大島さんにマイクに戻します。ありがとうございます。どうなんですか、皆さん、このアーマードバイブで、もうすでに釣られてると思うんですけども、僕は結構、港湾部で、いわゆるおかっぱりですよね、
とても手軽な釣りが多いんですけれども、実際に使った感じっていうのは、その最初にね、鉄板バイブレーションを石島さんから細かな説明があったと思うんですけども、その鉄板バイブレーションのいいところと、いいところをとっても追求しているのは、まず飛ぶってことじゃないですか。まあ、おかっぱりでやってると、そのいつも届かない、あの橋脚に届けばなみたいなロケーションがたくさんあるわけで、で、他のアングラーの人たちも、とにかく飛べば釣れそうみたいなところがあると思うんですね。でも、飛ぶだけじゃダメだと思うんですよ。遠くにルアーが行けば、当然糸がたくさん出るし、糸がたくさん出れば、スラップがたくさん出る。で、それによって自分の思いとは違う方向にルアーって作用しちゃうわけです。その時に、このアーマードバイブって、すごく、なんていうんだろう、グリップ力があるというか、水を掴むんですよ。だから、コントロールがつきやすい。要は、リトリーブ中のコントロールがつきやすいっていうのが、僕の、とっても印象に残っています。あと、すごく嬉しかったのは、あの一番小さいサイズですよね、15グラムでしたね。あれ、はい、あれがやはりそのこの春先というか、真冬から春先にかけての東京湾で小さいベイトを食べてるんですよ。その通常のバイブレーションだと反応しない、そういう魚を食わすことができる。より深い、より遠いところでしっかりルアーをコントロールできるルアーが出たぞというのが、僕の中の衝撃というか、すごい武器ができたなと思っております。といったところで、ボートでいつもやられてる方さんは、はい、どうですか？僕はチャーターボートの方を東京湾でやってまして、主にその釣りをするというのが、そのお客様なんですね、一般ユーザー。まあ、もちろん僕もやるんですけれども、やっぱりその、飛距離、よく飛ぶ、まあその失礼します、ボートだと、まあボートイコールでやっぱりよく釣れるという印象があるので、ありますね、はい、逆に釣れないと非常にまずいわけですなるほど、すごくまずいわけですね、はい、おかっぱりでゼロだったっていうことはもう落ちない、もう難しい状況でも、はい、あまり上手じゃない方でも、始めたばかりの方でも結果を出さなきゃいけない、ある意味結構シビアな状況なんですね。まあそうですね、実際現場では、はい、ビギナーの方も多いですから、ね、そうですね、おかっぱりでなかなか釣れないからボートに乗ってると釣れるんじゃないかなっていう方も多いと思うんですけども、はい、と、まあそのつまりルアーに助けてもらう、道具に助けてもらう部分っていうのは、はい、そのもちろん最高のポイントにご案内して、うん、もう上手な方ならすぐ釣れちゃうという状況でも苦戦しちゃうのが方が、もうそうですね、極端な話、7割ぐらいの方、そんなですやってますみたいな方でも、意外と手こずる方は多いんですね、うん、で、なんでなんで、色なのか、何なのかみたいな話になるんですが、はい、まず届いてない、うん、飛距離が、はいはい、チャンスが少ないっていうところで、まあ、よく飛ぶルアーっていうのは、もうそれだけで消化アップになるわけですね。で、次に障害になるのが、もう西島さんが最初にご説明した通り、糸が絡んじゃう。ああ、絡みね。はい。バイブレーションってすごく絡む。そうですね。ボードのキャストで、まず、はい、絡んじゃう。はい。ちゃんと投げる。そうですね。うん、やっぱり重たくて、鉄の鉄板のバイブなんかもそうなんですけど、飛距離が出る、早く沈むっていうのはすごく助けてくれるんですが、やっぱりその糸絡み、早く沈むものってのはやっぱり糸絡み多いんですよね。で、マイブレーションのその形状、アイが先端ではなくて背中にあってフックが2つ、その三角というか3点の形を取っちゃってるので、目の方みたいなそのインライン、ラインの直線上に針があるものよりもやっぱり絡みやすいは絡みやすいんですよね。で、その絡みをかなり解消しているバイブレーション。やっぱりその無制限に釣りができるおかっぱりに比べて、ボート、チャーターボートなんかですと、お時間も限られた時間で勝負しなきゃいけないので、有効なキャスト数っていうのを稼ぐっていうのは、やっぱりトラブルが。せっかく投げたのにね、絡んじゃったら。そうなんです。それ釣れないですよね。まして気づかないと巻いてたりなんかすると、もう、台無しですね。えらいことになって、はい、まあ、絡まないっていうのはすごく重要なんですね。重要ですね。はい。
それは僕も感じましたね。絡みにくいというか、本当全然絡まないんですよ。そうですね。うん、はい、変な投げ方さえしなきゃ、まあ絡まないです。うん、まあそこまでは、すごい説明していただいたので、もう一つちょっと加えるとすると、うん、沈めるという作業がですね、意外と一般の皆さん、できない。深いところを釣るのに、沈めましょうといった時に、その例えば、その、ラインをフリーにして沈めるっていうことをもあまりされないんですね。カーブボールみたいな。いわゆるカーブボール、糸を出さないで沈めると、うんうん、例えば水深10メートルまで1回岩が到達してそこから巻けばかなりの確率で当たりがある状況でも、カーブボールで10メートル沈めると結構気が遠くなるカーブボールになってしまうので、うん、その辺でスパッと早く沈んでる、うん、で沈む最中に絡みがなくっていうのは、鉄もそうなんですけども、このいわばそのソリッドですよね、鉛とその透明の樹脂の部分、空気の部屋がないので、もうその比重としてはかなり重いものになる。で、その辺はやっぱりその絡みやすいっていうところと表裏一体なんですが、そこに着目して形を出していただいているので、絶妙なんですね。はい、非常にオートマチックというか、助けてくれるルアーで仕上がっているというのが僕の感想です。ビギナーの方にもおすすめですね。はい、まあ、昨年から私ちょっとテストしてまして、まあ、せっかくなんでどんな場所でテストをしてるかということをちょっとご紹介したいと思うんですけど、ソルトウォーターのルアーなんですけど、渓流とかに持ってったりしてます。もう山の中ですね、九州の山の中のもう河川帯ですね。アップクロスで売ったり、まあ、ぐちゃぐちゃになったとかですね。あとそうですね、まあ普通シーバスが釣れる河川帯、中林から借りる河口、サーク、磯ですね、そういったところですね。まあこのルアーだけに関してじゃなくて、ハルパシリーズとか全部ですね、私はそういったところで必ず泳ぎのテストをします。あとふらつかないか。で、今回のこのルアーに関してはですね、バランスがいいですね。低重心とその形、水をつかむバイブレーションは特にこう波動が大事だと思うんですけど、その波動の質ですね、どちらかというと今現行であるフィンテールバイブっていうタイプは中層レンジに向いているバイブレーションの波動だと思います。私の感覚ではですね、ドドッというその、ドドドドドドドっていうそのブルブル感がちょっと低い低音系の波動なんですね。うん、で、このアーマードボディでやると最大限に薄くできるんですね、エッジが。きめ細かく高音質のバイブレーションなんですね。でも低重心でできているので、意外とその波動系の音ですね、周期効果というのはすごくあるなと思います。それを実感したのがやっぱ宮崎県でサーブですね、やってる時に本当ならここにこう大にびをぶら下げて持ってる映画マネージャーが出てた予定なんですけど決められましたバカにされて、まあ、多分20キロぐらい前後なんですけど、35グラムですとかけたんですけどね、だいたいそれで35で P25 で私が10フィートの差を使って100ちょいですかね、110メーターぐらいに引っ掛けてます。28グラムのタイプで190から100ジャンプぐらいですかね、だいたいそれぐらい飛距離飛んでます。で、青物とかも磯でかけて、平鈴木もかけてやったんですけども、それなりにその条件でさらしの中とか荒れた中でのある意味ミノフラグとかよりもバランスを崩さないですね、糸をずっと掴み続けてくれるんですね。で、意図的に止める動作でサスペンドするか沈むかになるという感じになるので、ロッドワークが非常に扱いやすいワークなんですね。止めた時にもう引っかかると思ったら上げるだけです。薄いんで、そのまま普通に縦向けのこの動きにすごい反応がいい、根がかりの回避とかも全然違いましたね。次、磯で車両で
腰以下のところで平筋に釣るんですけども、水深がですね、まあ、28g、35g 使ってもほとんど根がかりはありませんでした。はゴンと当たってもすぐ回避できるんですね。はそういうところっぽいですし、やっぱプロボディなんで傷つかないですよね。傷つかない、結構激しく、回収式はガーンと当たっても割れないですし、まあ、この技術はなかなか大したことはないですね。アーマードバイク、皆さんお墨付きです。実際かなりの数をかけられてるみたいなので、発売は5月中旬を予定しております。で、実際サンプルはですね、まあ、後ろのテーブルの方にも、手に持って触れるものがありますので、この後ぜひ皆さん、硬さ、強度ですね、そういうのも、実際質感をちょっと見てみてください。よろしくお願いします。そしてですね、あとハードコアシリーズにも、追加ラインナップ、それとですね、追加カラーですね、展開されております。ちょっとお三方の話が長かったので、ちょっとここの説明ができなくなってしまったのですね、詳しい内容は後ろのブースで、説明したいと思います。一つはこのヴィンテールバイブ55ですね、従来のヴィンテールバイブ、80mm、70mm、あと最初のサイズが 40mm あって、55mm 追加サイズとなります。それと、もう一つの方が、ハードコアヘビーシンキング機能とハードコアヴィンテールバイブ80、70に対しての、新色ですね。全抵抗型で、デーゲーム、ナイトゲームに強いから、また、濁りに強いから、または、ジャッジフィッシュなんかですね、ヒラメ、マルチといった、魚種を狙うときに適したようなカラーとか、新しいカラーを、ふんだんに入れておりますので、ぜひ、今後ともですね、サンプルを、手に取って見ていただきたいと思います。それとモーターからは、一応今回の、新製品、以上になります。